フォーミュラフォードフォーミュラフォードはフォーミュラカーレースのカテゴリーの一つ。またはその競技に使用される車体そのものをフォーミュラフォードと呼称する場合もある。フォーミュラルノーやフォーミュラ BMW と並んで代表的なジュニアフォーミュラの一つである。フォーミュラフォードの特徴は前後ウィングなどマシンにダウンホースを発生させる部品が一切付けられないことであったが2013年より ウィングが導入された。このカテゴリーを経て、フォーミュラ1などのトップフォーミュラで活躍している。ドライバーも多く、F1 チャンピオン経験者としては、アイルトン・セナや、ナイジェル・マンセル、デーモン・ヒル、キミライ・コネン、ジェンソン・バトンなどがこのカテゴリーから、フォーミュラのキャリアを開始している。ナウ・フォードの社名を関してはいるが、ベースエンジンの入手等の問題から、北米シリーズでは2010年より、 ホンダの L15A 型エンジンも使用可能となっており、フォードエンジンのワンメイクが崩れた状態となっている。1981年チャンピオンのアイルトンセナ、ありがとうございます。